こんにちは、市役所です。続いて後半は高齢者活動補助金について長寿福祉課の岩本さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず高齢者活動補助金について事業内容を教えてください。はい、高齢者活動補助金は新しい事業を立ち上げる高齢者の活動を応援するための補助金です。はい、東近江市では楽しみながら地域社会に貢献できる活動を始めたいと考えている高齢者の皆さんで作られた団体に対して補助金を交付しています。はい、消耗品や原材料の購入などを対象経費とすることができます。補助金は1事業につき3年まで交付を受けることができます。なるほど、高齢者の皆さんの新規事業を応援する補助金ということなんですね。はい、わかりました。ではどんな団体が対象になるんでしょうか。はい、補助の対象となるのは市内に主たる事務所または活動拠点を置く団体で、おおむね60歳以上の人で構成される団体や高齢者の就労やボランティア活動を支援する団体などです。はい、対象となる事業にはどんなものがあるんでしょうか。はい、対象となるのは高齢者の皆さんが地域の他の世代の人と連携を図りながら実施し、活動の継続性、発展性、地域への還元性などが認められ、月4回以上、または年間40回以上活動するこれら7つの事業です。はい、ふれあい体育事業、文化教養事業、環境保全事業、安心福祉事業、伝統継承事業、生活支援事業、高齢者自らの生きがいと健康づくり、または豊かな地域社会の構築に寄与すると市長が認める事業、以上に当てはまる事業を新しく始める場合は補助金の対象となります。なるほど、今教えてくださった7つの事業、こういった事業を始める団体は高齢者活動補助金の対象になる可能性があるということなんですね。はい、では具体的にはどんな活動をされている団体が補助金の申請をされているんでしょうか。はい、平成30年度の申請状況は14団体24事業が補助金の申請をされています。はい、そのうち新たに申請のあった事業は4事業でした。なるほど、主な申請事業は体操やウォーキングなどの運動教室、パソコンや木工、お茶や手芸などの文化系教室、グラウンドゴルフクラブや独居高齢者の見守り活動など様々です。はい、自宅でお茶屋さんを開かれている団体もあるんですよ。楽しそうですね。はい、今回は高齢者活動補助金の申請をされている団体の中から神山町草の根グランドゴルフクラブの皆さんをご紹介します。お願いします。この皆さんは神山町内在住のシニア層を中心に結成された団体です。練習や交流試合を通して高齢者の健康増進、介護予防を目指し、外出や身近な人と出会う機会を増やすことで高齢者の孤立や認知症の予防になるよう取り組んでおられます。はい、グラウンドゴルフができない雨の日には室内で体操するなど工夫して週1回の活動を継続されています。なるほど、楽しくて体にも良いって本当にいいことづくめの活動ですよね。はい、写真からも皆さんの通いの場として楽しんで参加されているなという雰囲気が伝わってきますよね。はい、では高齢者活動補助金の申請をしたい方はどうすればいいんでしょうか。はい、申請をしていただく前に活動内容の事前聞き取りをしています。はい、高齢者の生きがいづくりに対する効果が期待できる内容であるか、活動の発展が期待できる内容であるか、補助金の交付終了後も継続していける内容であるかなどについて詳しく聞かせていただき、対象となるかどうか確認をします。はい、詳しい申請内容については事前聞き取りの際に説明しますので、まずは長寿福祉課へ相談してください。わかりました。週に一度の楽しみを作るきっかけとしてぜひ活用していただきたいですよね。はい、後半は高齢者活動補助金についてお話をお伺いしました。岩本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。市民税課から平成31年度
市民税、県民税、納税通知書の発送と課税証明書の発行についてお知らせします。市民税、県民税、納税通知書は納付方法によってお届けする方法が異なります。給与からの引き去りで納付する人へは5月中旬に勤務先を通じてお届けします。直接納付する人へは6月中旬に個人宅へ発送します。平成31年度の課税証明書の発行は6月中旬以降となります。お問い合わせ先、市民税課、 IP 電話 050-5801-5604 まで。市民生活相談課からお知らせします。5月は自転車安全利用月間です。自転車はルールを守って安全に利用し、交通事故に遭わない、起こさないよう努めましょう。また滋賀県自転車条例では、県内で自転車を利用するすべての人に自転車損害責任保険などへの加入が義務付けられています。万が一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう。お問い合わせ先、市民生活相談課、 IP 電話 050-5802-8484 まで。廃棄物対策課からペットボトルの正しい出し方についてお知らせします。ペットボトルは中身を空にした状態で、きれいに水洗いをしてからラベルとキャップを取り外して排出してください。近年ペットボトルの引き取り基準が厳しくなっています。ラベルやキャップがついたままのものは分別してもゴミになってしまうこともあります。ペットボトルの排出ルールを守って資源の循環に協力をお願いします。お問い合わせ先、廃棄物対策課、 IP 電話 050-5801-5636 まで。子ども相談支援課からお知らせします。子ども相談支援課では、0歳から18歳までの子どもに関するさまざまな相談に応じています。子育てで悩んだり心配と感じたりすることがあれば、子ども相談支援課まで連絡してください。代書や訪問、電話相談など相談者に適した援助方法で解決に向けてお手伝いします。また、もしかして虐待かなと思ったときは、迷わず虐待ホットラインへ連絡してください。一人で悩まないで、まずは相談しましょう。お問い合わせ先、子ども相談支援課、 IP 電話 050-5802-3275、 虐待ホットライン電話 0748-24-5687 まで。